昼上温泉園系昼上温泉街、昼上温泉中央部を流れるあちがわ昼上温泉、あちがわ下半の波木道、熊谷現一写真動画館昼上温泉は、長野県下稲郡八村にある温泉である。歴史の新しい温泉地にもかかわらず、中京県から中央自動車道と直結しているためアクセスに優れる。そのため、温泉流出直後から急速に発展し、 宿泊施設は40軒以上に上るなど温泉街の規模は県南部随一となっている。また、村の条例で、ネオンサイン類やバー、風俗店など公助領族に反する施設の出店を厳しく取り締まっているため、規模の輪に自然と調和したのどかな光景が見られるのも特徴である。昼神は、旧館道と三道の道筋で、演技式会社、八神社の鎮座地であり、 古来より、知恵の神、重い金の命とその士族が入植した地域である。数キロ先に、東山道のあち駅の推定地駒場集落がある。温泉地としては一般には1973年、トンネル掘削によって発見された歴史の浅い、温泉と認識されている。だが、大体江戸時代中期にあたる250年前頃に、この一帯で温泉が湧き出したという記述がある。 この温泉は、後の災害によって埋没し、所在不明になっていたという。中日ドラゴンズで監督を務めたオチアイ、落合博光が、中日の選手時代に、自主トレをこの地で行った。そのために、後輩選手が自主トレに訪れたり、中日選手会の農会が行われたりと関わりが、強い。ありがとうございます。